もうなんか投げ合いながらいい。いやいや、そんなことないですよ。今だってさ、もう8時になろうとしてんだけど、ただいま7時半だよ。ちょっと待って、実況どう？ああ、あれどこだ、出ないの、なんで出ないの、あ、ここまでか、あ、出た、はい、15度でございます。はい、ここになると11度からの総括って入るんですけれども、はい、そうですね、こんなイメージでしょうか。はい、で、相変わらずの総括ということで、正反対の環境下にある人格への孤慮というふうに書きました。シンボル自体は、マフラーと息のシルクハットを身につけた男っていう感じですね。この時代は一番なんか紳士のたしなみだみたいな感じのファッションだったよね。はい、そういう姿の男がじゃあどういう意味を持つのかというところで、まあキーノートが社会生活を営む上での野心によって引き起こされた南極を切り抜けるのに必要な勇気、まあ、ちょっと分かるよな、また難しい感じなんですけど、ここまでの、少なくとも5度分11度からね5度分の流れを踏まえた時に、まああれこれ逡巡しながらね、そうやって、あのけじめをつけながらも、つけを払いながらも、で自分のやりたいことにじゃあ向かうんだっていうことになったとするんだったら、ね、でもって、じゃあ15度でどうなるのかっていうところで、あの自分がそうやってじゃあ手に入れたものに対してどんだけ人からこうバッシングを受けたりしてでも、あのそれに対して立ち向かざるを得なくなってくるという、いわばだからあの推しっていうのはこうね、何度も言いますが、あの自分が五感から五感を通じて得たものっていうのは確立していく度数なわけなんだけども、その真ん中の15度であるっていうところについて、いや、そうやって自分がそうやって手に入れたものについて、人から今度は極端な、ね、風当たりの強いものを受けてしまう、それにならざるを得ない度数だなっていう、だからこそマフラーとかシルカットで自分をこう身を守らなければいけなくなるっていう、そんな風な意味合いの度数だよっていうのはね、リディアバージョンだとなんだっけ、向かい風を受けてそれをに立ち向かうみたいな感じの方だったっけ、リディア版の方はちょっと分かんないな、やめたね、リディア版だと男がいきなりシルクハットをかぶって寒気を過ぎながら嵐に立ち向かうってなってるって書いてあるよね、テキストにもあるよね、あるよね、最後のフレーズ鈴木さんがテキストにわざわざルディア版からのね引用として、男が粋なシルクハットをかぶって寒気を防ぎながら嵐に立ち向かう姿だって書いてあるじゃないですか、やっとメカだ、メカだ、はいはい、そうそうそう、いいですね、もう一回言いますね、はい、どうぞ男が粋なシルクハットをかぶって、寒気をしのぎながら防ぎながら、嵐に立ち向かう、はいはい、こっちの方が良いのかっていうね、話もこの間南極を切り抜けるのに必要な勇気って、まあ、男気みたいなものに見せておりますみたいな感じでしょっていうことなんだけれども、それがだから、単なる気持ちの問題ではなくして、まあ、そのマフラーだったりシルクハットだったりっていうね、アイテムに象徴的に現れているよねっていうことなんだよね。でこの度数ですね、その総括っていうことで、あの正反対の環境下にある、人格への孤慮っていうふうに言いましたけれども、まあ、さっきのその14度的なあり方っていうか、まあそこまで書いてくれて11度からのあり方っていうのを踏まえたら、で自分がそうやってね、いろんなものを勝ち得て、で模索するような遊びを得たけれども、今度はそこから人からの批判っていうのにさらされてしまうよと、まあ同じことを繰り返してますけど、
そういう風になってしまう度数だっていうことが一つあるわけで、なんでかっつったらこう、あのね、総括、あの、うん、私のつけた見出しにありますけども、うん、正反対の環境下にある人格への雇用っていう、うん、ここまで大師のテーマとして、うん、何度も言うように自分が五感を通じて感じたものっていうのは全てになってるわけなんだけども、うん、でそれをもうあからさまにこうやって強調していくと、うんうん、なんだお前っていうね、なんでお前そうやって持ってっけどな、うん、お前のように何も持ってない人間なんて世の中いっぱいんだぜ、畜生みたいなね、うん、そんな風にバッシングを受けざるを得なくなっていくよ、ね、うん、そういう風な、そのこの人のここで現れているこの男とは全く正反対の環境下にあるような人々にものすごくバッシングを受けやすい、そういう度数があるんですね。小松林さんのとこね、見たときはこのマフラーと粋なシルクハットっていうのが社会的象徴だっていうところを強化して言ってたんですよ、うん、で野心に基づいてそれなりの実力を果たした者たちだけが到達する場所であって、うん、でもルディアの本当がそこら辺丁寧に訳したら、そこからの横槍とかね、風に立ち向かうってことの方がメインになってるんじゃないの、うん、そういうことですね。ものすごくそうやって受け手にしたものについて、うん、それを誇らしげにただいるだけではなくて、うん、それでは済まなくなってくるような状況がここでこう、なんか突きつけられてしまうというかね、うん、それがキーノートにあるように、うん、社会生活を営む上での野心によって引き起こされた難局を切り抜けるのに必要な勇気と。この度数だと、だから自分がこうやって用いたものについて非常になんか糾弾されやすいというのがあるわけだね。で、大師の最初からのテーマっていうのを考えたら、まあ、さっきから言ってるように自分の五感を通じて何か価値観を勝ち得ることなんだけれども、そうやってやってきてここで一旦15度っていうことで集結を見るわけだけれども、それに対してじゃあどうなのよって、ね、周りから見たらお前そんなのでいいの、うん、っていうようなことをかなり厳しく突き詰められてしまうよっていう、それでもそこで立ち向かわざるを得ないし、でそこにはそうやって私が見出しにつけたように正反対の環境下にある人格への捕虜っていうのがあって、うんうん、じゃあつまり自分はそうやってじゃあ成功していろんなものを手にして持ってるけれども、それに対してのバッシングに対して、そういう自分とは違う持ってない人間に対してものすごく考慮をする、しかもその考慮っていうのが自分は持ってるっていうある意味成功者の上から目線と言ってもいいぐらいの配慮の仕方をするという、そういうふうになりがちな母数でもある。でもそれは当人にとっては別に悪気があることではなくて、その自分に対してのバッシングをいなしてかわしていく上ではものすごく必要なやり方としてそういうのが現れてくるだろうなという、まあそういう意味合いを持っているとするねっていう感じですね。じゃあここのパーソナリティも見ちゃおうか。はい、どういますか。もう分かりやすいところで、デーブ・スペクターさんですね。彼のお笑いっぽく見えるけど、なんだっけ、地震の時も去らなかったよね、いいですね。でいち早くなんか発言してるよね、そこで、はい、なんつったってか、日本から出ないっていうことを言ったんだね、デーブ、こんだけだから日本が放射能汚染っていう危機にね、今さらされていたって、そこから離れるって立場を全然取ろうとしない、うんうん、かといって別に一蓮托生でこう日本に骨をうずめるとか、そういう、うん、そういうことまで大行に言ってるわけじゃないんだよね、うん、まあ一応なんだろうね、男気を示したっていうか、なんかそういう、うんうん、それはだから日本に住む外国人としての精一杯の、うんうん、なんていうか、うん、風当たりの強い中で自分がこうマフラーとシルクハットをまといながら、うんうん、そこに立ち向かっているスタイルなんじゃないのかなって感じですよね、うんうん、競技ってどうだろう、
男気みたいな人忘れちゃった、人弁に人弁に人弁どこなんだっけ、人とかいいでいにいにとか縦横横横にちょんちょんちょん書いてくださるそれすら書けないみたいな、おいしょ、もう脚本が丸見えみたいなそうだね、それを示したって見ればいいわけだよね。今日、木の木は木じゃない、普通の木、うん、ぽいねって感じですよね。そういう感じは非常に、うん、なんか彼氏になって、あ、例えばイラク戦争の時は、うん、ものすごくアメリカ人だったじゃないですか。あ、そっかそっか、うん、そっちも言ってたもんね、うん、ミナ人が乗ったね、何があったって、そんな、うん、ミナ人のことについても、そんなね、うん、アルカイダのことについたっても、うんうん、どうしたって自分はアメリカ人の立場で物を言って、それは攻撃せざるを得ないっていうことをずっと彼は言ってたわけだけど、それだからに、あの、彼はアメリカ人だけど日本に住んでいるけれども、やっぱりアメリカ人だってアイデンティティが強いわけじゃないですか。なんだけれども、やっぱりこう異国日本に住んでいるその立場の中でバッシングを受けなければならないようなことっていうのをやっぱりあえて受けるんだね。だからね、でもそれ証明することによって、なんか新しいポジションを得たよねって感じもしますよね。それはだから非常に大知らしい気うまさなのかなって気がするけどね、うんうん、他のアスペクトもあるんだけどね、うん、他見とく、じゃあ頭からやった。デーブとかは、まあ金田一京介って人もそうだけど、うん、この方は何かバッシングを受けたかしら。まあ一つ経緯にはなりましたよね。もっとそれっぽい人いる？なんかね、あれだな、油乗ってるっぽいようなイメージするんだよね。金田一京介とか、なんだっけ、あのヌッツォ、ケンヌッツォってなんだっけ、ジョンケンヌッツォってあのオペラの、うん、あとショコタンもそう、うん、ショコタンもそうだよね。バッシングって受けても自分のスタイル変えなかったよ、ね、あ、イラブとかはバッシングの嵐だったんだけど、亡くなっちゃいました、亡くなっちゃったっていうか自殺しちゃったんですよね、結局、うん、そういった風当たりに耐えられなかったんでしょうね、うん、出しとく、今挙げた人でいいですね、うん、イラブさんなんかだ、じゃあどうすると太陽がどういうアスペクトを取ってるのかなっていうのが面白いですね、うんうん、デーブでしょ、あとだよ、そうだね、飯野賢治もそうなんだ、あのゲームの飯野賢治も超バッシングも、バッシングも賞賛も受けた人ですね、うん、ですね、今あんまりやってないね、あのゼロのあれ作った当初なんか B の食卓 D か D の食卓なんかマイナーゲームをやって、なんか体重も増えたような記憶が、ヌッツもそうだね、ちょなんかさ、みんな顔立ちがさ、牛っぽいよね、牛っぽいんだ、牛っぽいとか太い、うん、太い、そうね、太いとか首が太いとかですね。渡部篤郎とかどうですか。渡部篤郎もそっか、あのあれか、リカ子と結婚してた人だね、うん、ですね、で、リカ子と離婚した時は散々なんか、うん、あの、うん、売れない時代を支えてくれた嫁さんを捨ててどうこうってバッシング受けまくってましたね。なんか何らかのあれはあるんだろうね、みんなバッシングを受けながら、でも自分はそれに対してこう果敢に向かっているっていう毅然とした態度っていうのが見られるっていうのがポイントの母数なんじゃないのかなって気がするけどね、うんうん、みんなね、ショコタンだって一時的に批判を受けた時は、うん、なるほど、わかりました、じゃあ15度これで終わらせていただきます。こんなもんでしょうかね、ありがとうございました、じゃあ続けてまた、はい。